皆さんこんにちは、佐々木です。今回は、東山動植物園さんのケージレイアウト観察、両生類編、です。過去動画を見ていなくても大丈夫な構成にしていますが、爬虫類編も公開しているので、お時間あればぜひそちらもご覧ください。早速1匹目のレイアウトを見ていきましょう。こちらのポトスマシマシのケージで展示されているのは日本アマガエルです。反射して見えにくいですが、この辺にいます。こちらのケージは遊牧を境に2層に分かれたレイアウトになっていて、浅めに張った水に玉石が敷かれた少し和風な水場と、赤玉土、か焼き玉土が敷き詰められている陸場の構成です。おそらく水は水場だけでなくケージ全体に浅く張っていて、床材の盛り方で区別しているっぽいですね。国産の次は海外産のカエルのアフリカウシガエルです。床材と色が一体化していて気づきにくいですが、良い感じの遊牧シェルターの陰にいました。こちらのケージでは浅く水を張った中に革砂利を敷いています。角の取れた丸い石が置かれているところを見るに、全体的に川辺をイメージしたレイアウトみたいです。川砂利に排水口を埋めて湧き水を表現していました。見た目にもスマートで、ビバリウムで再現すると楽しそうです。お次はスポッテッドサラマンダーです。こちらも同じように床材は砂利です。石などは置かれているというより、砂利の中に埋めて固定されていました。生体の力が強いのか、他のレイアウト素材も全体的に固定されているように見えます。循環システムはウシガエルのケージより水流が強く、滝っぽさがあります。先ほどが川の上流なら、こちらは中流から下流のイメージでしょうか。陸場に背の高い植物も設置されていて、全体的に立体運動できる環境でした。背の高いケージを使えば個人でも寄せて作れそうです。サラマンダー続きですが、お次はファイアサラマンダーです。残念ながら生態の方は見つけることができませんでした。こちらではスポッテッドサラマンダーと異なり、日本アマガエルのケージと同じ床材を使っています。同じ種類かわかりませんが、須藤さんから出ているメダカの焼き玉土とかはこんな感じの粒感だったと思います。サラマンダー系のレイアウトケージといえば苔のイメージが強いです。岸辺の緑色の植物はウィローモスっぽいですね。シェルターはエピウェブを曲げたようなものを使っていました。通気性が良さそうなので、このアイデアは他の生態にも使えそうです。お次はビバリウム界隈で人気の赤払いモリさん。東山動植物園さんでは多頭飼育をしています。さすが、赤払いファンのツボを押さえてますね。床材は色合い的に赤玉っぽいですが、水中で全く崩れていないので、先ほどより大きめの焼き玉土かもしれません。陸場は安定のコケリウムです。日本アマガエルやファイアサラマンダーのレイアウトと似た系統ですが、同じ担当さんでしょうか。奥にはしっかり滝も用意されていました。ここまで綺麗に環境が整っていると背景の壁の色もこだわりたくなります。水垢のメンテが面倒ですが、黒色とか生えそうですね。お次もポピュラー種のベルツノガエル。どっしり育っていて貫禄があります。レイアウトの構成はアフリカウシガエルと似たような感じですが、滝の流れるバックボードが大きな違いです。バックボードの滝は水場の右側から吸い上げて流しているみたいです。ろ過というよりは水を動かすことを重点しているように思えます。お次はミヤコヒキガエルです。こちらでは大きなケージをいっぱいに使って川を再現していました。これぐらいケージが広ければ多頭貝が生えそうですね。そこの狭い通路にひしめき合うヒキガエルとか見てみたいところです。さすがにこの広さのケージは一般家庭での再現が難しいので、水流の強さの参考までとしておきます。両生類編の最後はアイゾメヤドクガエルです。赤原もそうですが、ヤドクもビバリウムレイアウトとセットなイメージです。
レイアウト全体で見た時に差し色になるので、もともとビバリウムが好きな人に儲けが良いんでしょうか。確かに綺麗ですよね。ヤドクは立体運動多めなので、高さのある遊牧メインのレイアウトです。活着した植物の根がいい味を出しています。個人的な事情で毒性の強い生き物はしばらく飼えないのですが、解禁されたら真っ先にレイアウト含めて飼育したい子です。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。また、次の動画でお会いできれば幸いです。